アイテム番号 SCP-412JP。 オブジェクトクラス、セーフ、ニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-412JP はサイト8123の低危険性物体保管ユニットに保管されます。市場に流れた SCP-412JP を即座に回収するために、財団のダミー企業及び警察に潜入中のエージェントによって、危険な製品のカバーストーリー及び強制的な回収が行われています。現在 SCP-412JP はその異常性を失っていると推測されています。保護に最低限必要なものを除いて、SCP-412JP は全て焼却処分されます。説明、SCP-412JP はプラスチックでできた内部が空の 20cm×20cm×14cm の箱で、底面には同じくプラスチックでできた皿が、側面には取っ手付きの蓋がついています。SCP-412JP の底面を除くすべての面には、シルクハットと囚人服のような白黒縞の衣服、黒いゴーグルとマント、赤い手袋とハンバーガーを描いたネクタイを身につけたキャラクターがプリントされています。また、SCP-412JP には以下のような文章が書かれた用紙がついています。良い子のみんな。博士はハンバーガーを愛してるんだ。とっても大好き。毎食食べても飽きないね。みんなもハンバーガーは大好きだろう。だからこの、博士も大好き。ハンバーガーマシン、を発明したよ。作り方は簡単。箱の中に、牛のひき肉、ハンバーガーのパン、ケチャップ、レタスの4つのハンバーガーの材料を入れるだけ。それだけでずっと、ハンバーガーが食べられるよ。楽しもうね。SCP-412JP の第一の特異性は、その内部に以下の物品が入れられ、蓋が閉じられた時に活性化します。生の牛ひき肉、ハンバーガー用バンズ、トマトケチャップ、レタス、100円硬貨。これらの物品は量に関係なく、わずかでも SCP-412JP の内部に入れられ箱が閉じられた時に、最も近隣にある、社のハンバーガーショップの注文端末にハンバーガーが一つ注文され、代わりにオブジェクト内部に入れた物品がハンバーガーショップのキッチンに散乱します。本来、社のハンバーガーに入っていないレタスがこの効果を発揮するために必要なこと、社のハンバーガーに入っているマスタード、玉ねぎ、ピクルスが不要な理由は不明です。上述した物品以外の物品が入っている。あるいはこれらの材料が欠けている状態で箱を閉じると、単純に箱内部のものがハンバーガーショップのキッチンに散乱します。箱が閉じられ、内部に入れた物品が散乱したハンバーガーショップにおいて、ハンバーガーショップの店員は SCP-412JP による注文がなされてから最初に調理されたハンバーガー1を、お待ちいただいているお客様に届けなければならないという意識に突き動かされ、ハンバーガーを持ったまま、SCP-412JP までの、常識的に考えうる最短距離を走って向かいます。計測ではハンバーガーショップの店員の肉体的特徴に関わらず、この速度は時速 25km 毎時を一定に保ち、信号や通行止めはこの運動を抑止できません。この際店員の肉体に筋疲労は発生せず、肉体の欠損や事故死によって走行が不可能になるまで走り続けます。無事にハンバーガーを SCP-412JP の元へ届けた店員は、SCP-412JP-1 に変化します。SCP-412JP-1 となったハンバーガーショップの店員は、SCP-412JP と自らの勤務するハンバーガーショップとの間を往復し、以降は自ら注文したハンバーガーを一つずつ運搬します。この際 SCP-412JP に前述の、材料を入れる必要はなく、ハンバーガーショップにハンバーガーをオーダーしたことによる代金は SCP-412JP-1 によって可能な限り支払われます。SCP-412JP-1 は多くの場合勤務店舗のロッカールームから自身の財布を取り出して支払いを行い、それを使い切ると付近の人間から金銭の強奪、スリを行います。SCP-412JP-1 はハンバーガーそのものを盗むことはなく、毎回確実に規定の料金を勤務店舗に納めます。四肢の切断、
破壊や拘束によって物理的に SCP-412-JP-1 がハンバーガーの代金を支払えなくなった時点で、SCP-412-JP-1 は異常性の影響から解放されます。インタビューでは SCP-412-JP-1 となった店員にはその間の記憶が存在しなかったことから、SCP-412-JP-1 は完全に無意識下で往復運動を行っていると推測されます。ポイ1、2000年、月、日、SCP-412-JP に記された文書がわずかに変化しました。良い子のみんな、博士はジューシーなハンバーガーを愛してるんだ。とっても大好き。毎食食べても飽きないね。みんなも大きなハンバーガーは大好きだろう。だからこの、博士も大好き。お腹いっぱいハンバーガーマシン、を発明したよ。作り方は簡単。箱の中に、牛のひき肉、ハンバーガーのパン、ケチャップ、レタスの4つのハンバーガーの材料を入れるだけ。それだけでずっと、ハンバーガーが食べられるよ。楽しもうね。日本の、店舗にて変化した文面の意味を調査するため、実験を行いました。しかしオーダーは実験を行った日本の店舗ではなくアメリカの、州、店になされ、またオーダーされたハンバーガーも通常のものではなくダブル、ク、チーズでした。当時日本の、社においてはこの商品は販売されていなかったことが原因と考えられます。店員は注文されたハンバーガーを持ったまま走り、太平洋に飛び込みました。未回収の SCP-412-JP のもたらす危険性から、2000年4月28日、日本国内においてク、がレギュラーメニューとして登録されました。ポイ2、2000年月、日、SCP-412-JP 外面に記された文字が変化しました。実験は現在認可待ちです。良い子のみんな、ハンバーガーは好きだよね。だから、みんな大好き。ハンバーガーマシン、を発明したよ。作り方は簡単。箱の中に、牛のひき肉、パン、ケチャップ、レタスの4つの材料を入れるだけ。それだけでずっと、ハンバーガーが食べられるよ。楽しんでね。ポイ3、2000年、月、日、SCP-412-JP 外面に記された文字が変化しました。実験は現在認可待ちです。牛ひき肉、パン、ケチャップ、レタスなどを入れてみよう。お楽しみに。ポイ4、2000年、月、日、SCP-412-JP 外面に記された文章が変化しました。変化から48時間後に SCP-412-JP は小規模な爆発を起こし、以降その特異性は失われました。この事案を受け SCP-412-JP はニュートラライズド指定されました。平素より博士の大好き、ハンバーガーマシンをご利用いただき、誠にありがとうございます。2000年より皆様のご愛顧を受け当製品をご利用いただいてきましたが、この度、勝手ながら2000年、月、日をもちましてサービスを停止させていただく運びとなりました。運営スタッフの間において、提供する商品の質の低下。具体的にはバンズに使用されている小麦粉の変更、ピクルスの産地偽装、ミートパティの練りの甘さ、ケチャップに使用されている塩の味の変化などの理由から、サービスを続けていく気概が薄れてきたのが主な原因となります。これらの原因が改善され、社のハンバーガーが我々の満足に足るレベルにまでその質を向上し、運営スタッフをあっと言わせる味を取り戻した暁には、再びサービスを再開させていただく予定です。これまでご利用いただき誠にありがとうございました。博士の大好き、ハンバーガーマシン開発、運営。財団は、社のハンバーガーについて調査を行いましたが、少なくとも2000年までに該当の企業ではこれらの変更を行った形跡は存在しないことが判明しています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。
ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんですん。